皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理用紙の布目です。今日はミネラルとスポーツのパフォーマンスについてのお話をさせていただきたいと思います。今日お話しするミネラルは2種類になります。1つ目がカルシウム、2つ目が鉄になります。まずカルシウムからお話しします。カルシウムというのはですね、血中カルシウム濃度っていうのがですね、そもそも人は一定の濃度を保つようになっています。多く貯蔵されている場所は骨と歯になります。それ以外のカルシウムは筋肉収縮に関わったりですとか、あとは神経伝達、血液凝固ですね、そういったところに関わっている成分になります。カルシウムがですね、不足するとどういったことが起きてくるかというと、筋肉の収縮ですとか神経伝達に支障が出てきます。スポーツするときにやはり筋収縮ですとか神経伝達でしたら反応とかね、あとは骨密度の低下、それから疲労骨折ですね、特に女性アスリートはこの2つ非常に多くの報告がされていますので、カルシウム不足というのはこういったことを引き起こしてしまいます。なぜですね、こういったことが起きてきてしまうかと言いますと、一つは純粋にカルシウムの摂取不足というのが挙げられます。ただですね、このカルシウムの摂取不足というのはカルシウムだけではなくて、同時に消費エネルギーに見合うだけのエネルギーが摂取できていない場合に引き起こされるとされていますので、カルシウムだけではなくって十分なエネルギーというのも同時に取ることが必要になってきます。そしてもう一つですね、一般的には適度な運動習慣というのは骨密度を上げるのに良いとされているんですけれども、実はですね、アスリートに関しては結構激しめの運動をしますので、そうすると血液中のカルシウムの濃度をコントロールしているホルモンの分泌にですね、影響を及ぼして、血液中のカルシウムが運動することによってで少なくなってしまう、濃度が低くなってしまうということが起こります。そうすると血液中のカルシウム濃度を上げるためにカルシウムを貯蔵してある骨からカルシウムを持ってきて濃度を調節するということをしてしまいます。で、主にこういった現象が起きやすいスポーツなんですけれども、低強度から中強度の運動で、かつ 5,6 時間ぐらいの長い時間行う競技、よく言われるのがですね、自転車の選手ですね、非常に長い時間低から中の強度でずっと競技を行いますので、こういった競技をされている方は特にこういった現象が起こりやすくなっておりますので、気をつける必要があります。こういったことをですね、どうやって対策していけばいいかと言いますと、運動前とか運動中にカルシウムを摂取するとそういったことが予防できます。カルシウムが多く含まれている食品で、代表的なものですと牛乳があるかと思うんですけれども、消化吸収のことを考えるとあまり脂質が多めなものも良くないので、本当はね、チーズとかもヨーグルトとかもカルシウム豊富に含んでいるんですけれども、脂質がちょっとそれなりにも入っていますので、低脂質なものにしていただいたりとか、もしくはサプリメントを使っていただくといいかと思います。じゃあどれくらいの量を取ったらいいのかという推奨量の方もお伝えしておきます。18歳から29歳の男性女性なんですけれども、1日の推奨量が男性で 800mg、 女性で 650mg になります。これは運動していない一般の方ですね、これだけ必要になってきます。これが食品に置き換えるとどれぐらいの量かと言いますと、だいたい牛乳1杯、コップ1杯 180g ぐらいですね。その牛乳の量でカルシウムが約 200mg 取れます。あとはですね、干しエビ3尾ぐらいですね、約 9g の中にはカルシウムが 640mg、これ結構多く入ってますね。その他ですね、シシャモ3尾 165mg のカルシウム、あとお豆腐なんですけれども、絹ではなくて木綿ですね、木綿豆腐の方が密度が高いのでより栄養価が高いんですけれども、木綿豆腐1/4丁、約 75g の中にカルシウムは 65mg 入っています。ですのでね、運動されている方はやはりより意識してたくさん取らないといけないので、ぜひ心がけるようにしていただければと思います。では続きまして鉄になります。主に赤血球の構成成分であるヘモグロビンですね、の中に多く含まれています。あとは筋肉中のミオグロビンっていう、そういったものを構成している成分となっています。運
をするとき体の隅々に酸素を運搬するようなそういった仕事もしますので、鉄不足になると、貧血を起こしやすくなったりですとか、運動機能全般の低下ということが考えられます。鉄不足を引き起こす要因なんですけれども、鉄の摂取不足というところはあるんですけれども、それに加えてですね、やはり運動することによってで普通の人よりも血を失う機会というのはすごく多くなってしまいます。溶血性貧血とかよくね言われるんですけれども、マラソン選手とかがね強くこの地面に足の裏をつくことによって血球破壊ということが起こって鉄が外に排泄されてしまうということが起こったりですとか、発汗によっても鉄というのは失われてしまいます。またその鉄というのはですね、小腸から吸収されるんですが、激しい運動をすることによって鉄の吸収をコントロールするホルモンであるヘプシジンというホルモンがあるんですが、これが多く出ることが分かっています。このヘプシジンというホルモンなんですけれども、小腸から鉄を吸収するのを抑制するそういった働きをします。ですので激しい運動をするときにはこのホルモンが出てしまうので、鉄の吸収というのが抑制されてしまいます。またこれはですね、いい面もあって、で、鉄も採用上限量が決められていて、取りすぎると良くないと言われている栄養素の一つなんですけれども、サプリメントなんかでたくさん取りすぎてしまった場合にもヘプシジンが余分な鉄の吸収というのをしないようにしてくれる働きをします。ただですね、アスリートというのはそのホルモンが出やすい状況に常にありますので、恒常的に鉄の吸収というのが抑制されて鉄不足に陥りがちになりますので、アスリートの方は意識して鉄を取っていただく必要があるかと思います。で、1日のですね、鉄の推奨量なんですけれども、18歳から29歳の男性で 7.5mg、 女性で 10.5mg になります。やはり女性はですね、月経がありますので男性よりも多めな量が設定されています。ちなみにですね、対応上限量ですね、男性で 50mg、 女性で 40mg となっています。で、鉄が多く含まれる食品なんですけれども、レバーがすぐね思い浮かぶかと思います。で、レバーの中でもですね、豚レバーが一番多くって、だいたい1人前で 80g ぐらいですかね。こちらで鉄が 10.4mg、 鶏のレバーですと同じ量で 7.2mg取ることができます。カツオ、お刺身の状態5切れですね、 80g なんですけれども、この中に鉄が 1.5mg 取れます。あとは納豆ですね、1パック約 50g の中に鉄が 1.7mg 含まれています。鉄の取り方のポイントなんですけれども、植物性のものから取れる非ヘム鉄と動物性のものから取れるヘム鉄とあります。ヘム鉄の方は吸収率が高いんですが、植物性の非ヘム鉄は吸収率が低いと言われているので、同時にビタミン C を一緒に取ることでその吸収率が上がると言われております。そしてですね、鉄の吸収を阻害する成分としてカフェインとかポリフェノール、タンニンといったお茶とかワイン、コーヒーですかね、こういったものに含まれている成分はですね、同時に摂ると鉄の吸収を阻害すると言われていますので、そういったものは同時に摂らないようにするとより吸収率が高まりますので、試してみていただければと思います。それでは今日のスポーツ栄養は、スポーツのパフォーマンスに関係するミネラルということで、カルシウムと鉄のお話をさせていただきました。それでは次回はですね、スポーツ貧血についてお話ししたいと思いますので、ぜひまた見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。